演舞開演。この雪像にですね、プロジェクションマッピングでいろんな映像が投影されまして、すごく美しかったとございます。この終点頃から描き始めます。色とりどりのね、乗車場という看板があるんです。看板の少し先に広場がありますので、そこにバスが来ておりますので、バスの時点は4時25分でございます。申し遅れましたが、現在自分は奈良県の薬師寺というところに来ております。ようやくガイドさんの解説が終わり、フリータイムに入りましたので、いろいろ見て回りたいと思います。する瞬間でございます。この須田公門は高さ20メートル、間口は25メートル、お屋根には4万2000枚の瓦が使われております。ここから向こう側が今でいう霞ヶ関のような官庁街だったところで、その一角には、本日はこちらのバスのガイドさんのおかげで、とっても楽しい歴史の日のことができました。皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。